皆さんこんばんは。今回は NHK の朝ドラ「舞い上がれ!」で、刈谷弘文を演じ、イケメンと話題になった、高杉真宙さんについてお話しします。高杉さんは現在、舞い上がれに再登場し、視聴者を大いに盛り上げていますが、高杉さんは今年で27歳ということもあり、熱愛や結婚にも注目が集まっています。 そこで高杉さん自身が語る恋愛観を紹介しつつ人生において最優先にすべきものと語った高杉さんらしい話題について紹介していきますまた驚きの両親との関係についても詳しく紹介していきたいと思いますまずは軽くプロフィールをご紹介します生年月日1996年7月4日26歳 出生地、福岡県、身長170センチメートル、血液型、A 型、職業、俳優。高杉さんは小学校6年生の時に熊本の花火大会で女の子に間違えられてスカウトされ、中学校2年生という若さで上京していて、2009年に芸能界デビューしてからは、 ドラマや映画、舞台、CM などで活躍しています。高杉さんの「真広という名前は珍しいので本名なのか気になってしまいますが高杉さんは自身のブログで由来について真実の広い心を持った子に育つようにという願いが込められていると明かしているので本名であることは間違いないようですねまた「真紀」って呼んでもいいですか という質問に対して、いろんなあだ名つけてもらえるのは嬉しいです。と答えていました。ちなみに、高杉に関しては当時所属していた。事務所がつけた芸名で、名字の本名については、大野ではないかという噂がありました。そんな高杉さんは好みのタイプについて、礼儀正しい人、よく笑う明るい人の、 2つを満たしている方が好みだと語っていて、高杉さんは人見知りのため自分から積極的に話すことが苦手なため直接会話をするよりも、誰かと接している時の笑顔や仕草などの内面に好意を感じるのかもしれませんね。また、高杉さんのエピソードとして仮面ライダー外務で共演した。 志田ゆうみさんとは二人とも人見知りだったため撮影開始から2ヶ月ほど会話をすることがほとんどできなかったようですまた真面目すぎるほど仕事に対して熱意があり役者の道を極めること以外にも企画や裏方の仕事にも携わりたいという願望もあるようで仕事ばかりしていて恋愛できないのではと 心配になり調べてみたところ高杉さんにも複数の女性と熱愛の噂がありました熱愛が噂さされた一人目の女性である女優の岸井ゆきのさんとは立て続けに共演していてモンテクリスト博「華麗なる復讐」では純粋に思いを寄せ合う役を演じていて二人には幸せになってもらいたいという 応援の声から熱愛が噂されましたが、プライベートでスクープされることなく、あくまでもドラマ内だけの付き合いでした。次にドラマ、オいハンサムで共演した、女優の武田玲奈さんですが映画館でのデートや、実家に結婚の挨拶に行くシーンもあったことから、恋愛関係に発展したと噂さされたようですが、共演がきっかけで仲良くなっただけのようで、 ただの噂止まりでした、また私たちはどうかしているや、駆け狂いで共演している浜辺美波さんとも、仲睦まじいシーンや強引にキスを迫る場面から、熱愛を噂されたようで、駆け狂いでの共演はドラマから、映画化されたこともあり、約3年半にも渡り共演し、仲が深まったことが予想され、注目されました。 また試社会での仲の良さはファンの間でも好評のようで実際に付き合ってほしいと願っているファンも多くいましたが交際はしていないようですね熱愛については他にもいくつかありますが人生において最優先にすべきものを仕事としていて恋愛よりも優先のようでそこには少なからず両親が関係していました 高杉さんは2021年4月に所属事務所を退所し、引退とまで噂さされましたが、個人事務所を設立し、独立に成功しています。退所の理由として高杉さんは、自分で仕事を選びたかったと話していますが、この言葉には両親の教育方針が少なくとも、影響していると思われます。高杉さんの父親は一般人ということもあり、 詳しい情報は公開されていませんがかなり厳しい人との話がありました理由としては芸能活動や状況の決断などを高杉さんに任せていたというエピソードでした高杉さんは小学校6年生の時に熊本の花火大会で女の子に間違えられてスカウトされ中学校2年生という若さで上京していますが 両親は好きにしなさいという人だったそうで小学6年生の時に自分で決めなさいと決断を迫られたそうです子供の意思を尊重していると思えば理解のある優しい親のように感じますが高杉さんは大事なことを自分で決めるのはかなりのプレッシャーだったそうですまた母親も厳しかったという話も出ていて 事務所から東京で本格的に仕事をしないかと、母親に電話がかかってきたときには、受話器を高杉さんに渡し、自分で決めなさいと、同じように決断を迫られることになったそうです。そうしたことから高杉さんは大事なことを、決断する意志が強くなったのかもしれませんね。しかし一番の支えとなってほしい両親に、 小学生の頃から決断を迷っていても頼れないので少し心配になってしまいますねですが現在でも全所属事務所の社長との関係は良好なようでサポートも受けられているようで商標登録されている芸名を変えることなく多くの仕事を獲得できているので仕事に関しては安心できるかもしれませんね 今後は仕事も安定し余裕ができた頃に重要な決断も相談できて支えとなってくれる結婚相手が見つかることも期待したいですねそして2024年の大河ドラマ「光る君へ」では主人公である紫式部の弟役を演じることも決まり今後の活躍にもますます注目な高杉さんの活躍をこれからも応援していきたいですね 最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録・高評価していただけると嬉しいです。また、お会いしましょう。